こんにちは。天馬アカデミー堀秀夫です。今日は天馬アカデミー福岡上級編ということで、いまいちですね、所得が伸びないとか、あるいはもう十分稼いでるけど、もっとやることないかとかですね、そういう月10万は突破した方向けのですね、内容でお届けしたいと思います。ネタ選びとかについてはですね、十分に初めから聞いていただいてもいいんですけど、 本業でこれがやることないと、腹を決めている人ならいいんですけど、そうじゃない場合ですね、初めからネタ選びの方法で、要はコレクターを狙えとかですね、消耗品を狙えとか、そういう話をしますんで、そうするとですね選べなくなっちゃうってことがあります。そんなわけで、まずは10万稼いでいただいて、まあ、時間的には10万稼ぐのにですね、 えー、早い方だったらもう1ヶ月とかでできちゃうんで、その後で、えー、このいろいろ上級編の話は聞いていただいた方がいいかと思います。えー、混乱させないためですね。えー、そんな風な形でお届けします。で、このユーストリームで、まず音声をお届けしています。で、途中で YouTube を聞いていただくときにはですね、まあ見て聞いていただくときには、え、YouTube を見てくださいということで、 えー、あらかじめ渡したマニュアルのリンクを指示します。えー、その際は Ustream の音声とダブ、えー、ってしまうとハウリングを起こしたり聞き取りにくいんで Ustream、えー、の音声は落とします、えー。ですんで、ところどころ Ustream の音声は落ちますけど、これエラーじゃなくて、えー、YouTube を聞いてるということで、えー、ご理解ください。で、セミナーの内容はですね、えー、Amazon 輸出の準備。これはもうあの、 他の転売、輸入とかですね、制度入れ稼いでいる方もいらっしゃいますので、Amazon 輸出はまあ初めてだという方のために、Amazon 輸出の準備をしましてで、セミナー中にですね、出品までできるようにします。でそれから、ネタ選び、失敗例と成功例、この辺を話しながら、転売ネタ選びの肝をお話しします。もうここを間違えるとですね、頑張っても儲からないとか、 ずっと商品探し続けなきゃいけないとか、儲けが尻すぼみになっちゃうとかですね、ライバルと値段の叩き合いになってるとか、そういう事態になりますんで、このネタ選びのところはですね、よく聞いて、いろいろ考えてテストしてください。で、私の失敗例なんかもお話しします。 それからですね、えー、アメリカ法人を作る理由、えー、これ最近、ですねちょうど金持ち倒産、ロバート清崎さんが、えー、会社を破産させたというニュースがありまして、まあね、アメリカだと、ねえー、個人は金持ちのままで、えー、会社を破産させるというのは普通のことなんですけど、まあ、訴訟が多い国なんで、ですね、まあ、これは結構、ね、あの誤解している人とかいらっしゃるようですけど、えー、別に珍しいことではないです。 ただ日本人だとですね、えー、金持ち倒産ロバート清崎さんの会社が倒産すると、ロバート清崎さんが破産したのかとか、あるいは、えー、なんでお金があるのに倒産させちゃうんだとか、まあそういうね、えー、ちょっと分かってないんじゃないかなという、えー、論調がちょっと見えますんで、その辺も踏まえてアメリカ法人を作るメリットなんかも話したいと思います。えー、また、スカイプでですね、質問も受け付けてますんで、 途中でも構いません入れていただければその質問に合わせた内容をお答えしたりですね、えー、Q&A でも随時やってますんで質問はスカイプの方で入れてくださいでは、えー、今からですね約4時間、えー、みっちりやっていきたいと思いますのでよろしくお願いしますどうも天満屋アカデミー堀秀夫でした